いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのか。あいつはどういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまで白切り通すんだよ。灰沢、その手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。何だと？あなたが東城会の四代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですがあくまで一階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。仇に手を出すってのか。間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。全力で行かせてもらいます。そんなんじゃ。Show me.